はい、どうも、さっくんです。今回はこちらの E231500 番台の加工紹介でございます。一見パッと見、加藤の製品かなと思わせてしまうんですけども、なんと横から見ると、マイクロエースの E231系になっております。なぜかと言いますとね、この前面をね、加藤の製品から移植してきました。もう顔面だけ変えました。だから側面はもう全く、このように触っておりません。もう要は顔だけ良くなれば問題ないというちょっと安易な考えなんですけども、それで、このようにうまいこと、移植しております。顔面、取り付けるにあたってだいぶ加工する必要があるんですけども、前面も、車体の方も、取り付ける爪とかいろいろあると思われますので、それを、取り除きながら、現物合わせで取り付けしていきました。で、横から見たらぴったり入るように、かなり、その当時は苦労したと思います。写真を正面に、写しますと、行き先の表示とかいろいろあるんですけど、この辺は加藤のアッシー買った時にシールがついておりまして、それをそのまま貼り付けております。で、こうやってパッと見ライト試しつけてなかったんですけども、結構ぴったりライトの位置もずれてなくていい感じに光ってたと思います。で、連結器とかスカートはそのままマイクロエースのものを使っています。で、アンテナと信号変換、こちらが加藤の、パーツを使っております。穴も広げずにそのまま入りましたんで、ちょうど流用が効けました。で、隣の車両、6扉の、車両なんですけども、これももう廃車されていない車両になっておりまして、製品自体貴重なものなんで、この6扉そのまま残して、また走行街道が機会がありましたら持っていきたいと思います。今は全部4扉になりまして、ホームドアに対応してしまいましたがね、もうこうやって模型ではまだまだ6扉は大活躍すると思います。で、余談は終わりまして、続きましてクーラーの方なんですけど、こちらが、もともとマイクロエースの製品は、鉄板を貼り付けたようなテッカテカのクーラーだったんですけども、これを一度取り外しまして、一応銀色を吹き付けて、だいぶ色を落ち着かせました。それで、最初のテッカテカの色はなくなりました。で、続きましてが、パンダグラフの車両、こちらのパンダグラフ、もともとやっぱおもちゃっぽいパンタグラフが乗っていましたんで、これも加藤の E231 用の、パンタに交換しております。で、この台座が、手前の方の2本だけで止めております。で、奥の2本は、足切って、宙吊りの状態にしております。要は2本で、このパンタ止めている感じになっております。で、あとは外紙塗ったり、パンタのスリーダー塗ったりしております。で、ざっとこんな感じで、簡単な加工をしてるんですけども、やっぱりマイクロエースの、E231 の顔ってあんまり良くないっていう噂も聞きますし、実際あんまり良くなかったんで、顔面さえ変えたら
まあいい製品になるかなと思いまして、このような加工を行っております。で、まあ予告になっちゃうんですけども、先ほどの写真の左側に写っておりました南海9000系のキット、もうサーフェイサーを吹き付けて、乾燥待ちをしているところでございます。まあ機会がありましたらまた9000系の制作動画の、続行していこうかなと思っています。というわけで今回は、マイクロエースの E231500 番台の加工紹介でした。